どうも、現役教師 YouTuber のコウです。今回もチョパエモン先生をゲストにお迎えした回となっております。ぜひ最後までご覧ください。早速どうぞ。それが本当にもうすぐ読めるということで、いやその杉森さんとのことも出てきたので、このまあ出版とかこのアウトプットのことについてお聞きできたらなと思うんですけども、このそもそも、はい、まあ、前杉森さんからもお聞きしたので、まあ、あの被る部分もしかしたら出てくるかなとも思うんですけど、そのどういう経緯でこう出版っていう風な感じに至ったんですかね。はい、うん、そこも特急で、はい、杉森さんに連絡しました。お、はい、初めましてということで、はい、まあ、こういうものですと、はい、でツイッターでこういう風に発信させてもらってて、実は私は自分の本を書きたいんですと特急に言いました。はい、すごい。トバエモン先生自体もうやっぱ直球なご性格なんですか。いや、どうなんでしょうね。そうではない。でもね、今回連絡させてもらったことに関しては、うん、自分でもよく連絡したなと思ってます。あまり得意ではないかもしれない、そういうのは。あ、そうなんですね。でもそこはもうエイヤと、はい、じゃあそういうそのまま連絡した。こう出版したいなって思いはもうずっと持って見えたっていう。いや、ね、それも実は、はい、あの、この本の終わりに書かせてもらったんですけど、はい、その年のお正月にちょっと強く思い始めたんですよ。はい、まあ、おそらくそこまでも思っていたとは思うんですけど、うん、強く意志を持ったのは、はい、その年のお正月ですね。 5ヶ月ぐらい前の話を思い出して連絡させてもらったという感じです。 お正月何があったんですか。わからないです。わからないですか。でも書きたいなっていう思いが、うん、強くなったのはもう間違いなくお正月ですね。あ、そうなんですね。でその書きたいなって言ってもこう真っさらだとなかなかね、そう思うにも至らないかなと思うんですけども、じゃあその前からまあこういう実践ご実践をされていたという感じだったんですか。そうですね。あ、はい、なるほど。で直球でご連絡してなんか、はい、どう返ってくるんですか。次どう返ってきますか。あ、それも、はい、まあ、最初は僕は内容ともこういうふうに問いかけていろいろ授業をしてますと、はいはい、でまあ、もちろん向こうは、はい、小学校のとか中学校の教員ではないけど、はい、もちろん、ね、学校教育に関してはよく知ってある方で、うん、あ、なるほど、そういう風な授業スタイルっていう本もあんまりないかもしれないなみたいな、はい、やっぱり、要は類書がないってやつですね、はいはいはい、でいろいろと話をさせてもらう中で、うん、では一度ズームさせてもらいましょうかみたいなって言ってもらえて、はい、でもそれイコール出版じゃないですからねみたいな、はい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 、まあまあズームをしていただく機会を得て、まあいろいろとお話が進んで、はい、ありがたいことに会に通していただいたという感じですね。なるほど、はい、そうですね。杉森さん的にもちょっと怪しいなっていうところも多少あったかもしれないですね。言っちゃえば僕本当に今日しかわからないですからね。まあそうですね、確かに、はい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 、でもそうやってね、ズームされたりとか、あとね、実際に動画をお見せになってとか、授業に、はいはい、あ、そうですよね、うん、とか聞きましたし、なんかね、趣味も、ね、音楽であってっていうのも聞いたので、そうですね、はい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 、うん、ベースとギターでって言って、そうです、そうです、そう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 、でなんか特殊な友情が生まれみたいなことを言ってみたので、すごく、まあこう出版っていうのこともそうでしょうけど、すごくね、相性というか、出版に至るのもすごく分かるなっていうふうにお話も聞かせていただいて、なるほど、そうだったんですね。でこの東洋館出版社さんであの本を出されてみて、で明治図書さんの方で今年授業力学級経力、今月かの4月号に寄稿して、はい、
見えたっていうので、これもまたどういう流れでこう気候っていう流れになるんですか？それも、はい、実は1月号の道徳教育の方にも載せさせていただいてまして、はいはいはい、実際雑誌に載させてもらったのは2回目なんですよ。この4月号で2回目。そうです、はははは、4月号で2回目、はい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 、はい、でその1月の道徳教育の雑誌に関しても、はい、もう連絡しました。おお、直球で、もしよければそういう機会をいただけたらありがたいですということで連絡をしました。なるほど、ご自分で送られたっていうことで。そうです。すごいな。それはこう、こう連絡してからしたためていくっていう感じになるんです。まあ、ある程度も僕としては、はい、アピールしないことには何も始まらないと思ったので、はい、とりあえず僕っていう人間はこうやって別にその学会とかで発表とかじゃないけど、はい、勉強してる者がいますってことをまず知っていただけたらありがたいなと思って。なるほど。連絡して何ヶ月かしてから連絡が来て、よければ書いていただけませんかってご連絡来てももちろんです、よろしくお願いしますと。いという流れですね。なるほど、行ってアンサーが来て書いてっていうような。そうです。なるほど、そうなんですね。こうやっぱ自分で行かれたということで。そうですね。そうですか。これは、この一番後ろの方にもし気候じゃないけどなんかある方はご連絡くださいみたいな雑誌書いてあるじゃないですか。そう、はい、それを見てみたいな感じですもんね。いや、それではなく、あ、それではなく、うん、それこそこの前も出てはった一緒に道徳勉強してある仲間たちに、はいはい、そうやってアピールするのもありだよっていう意見をいただきまして、なるほどなるほど、はい、連絡しました。やっぱアピールが大事ですね。なるほど。その時アピールするのはただですからね。そうですけれども、ね、やっぱもしアピールしてあのお願いしますってなった時に何もないのもね、すごく怖いと思うんですけど、そうじゃなくてちゃんとあるっていうのがね、やっぱ今までのご実践がすごくあるから、ね、言えることだなっていうのもすごく思うので、なるほど。こうやっぱいつもあのチョパイモン先生っていう名前で活動して見えるじゃないですか。で、今度本とかも、まあ、本名を出してっていうような感じとかで、そういうなんか怖さとかなんか奥さというかそういうのはなかったんですか？それね、はい、ツイッターでもある方に言われたんですよ。まあ、その方は、ほうほう、まあ、その方はというか、そういうな、何冊もたくさん本出されていて、はい、おそらく今前出せば、あの方かっていう方だと思うんですけど、まあ、ここではあえて言ってると思いますけど、はいはい、やっぱり初めてなので怖いとか、何、はい、かあったらどうしようみたいな感情もあるかもしれないけど頑張ってくださいみたいな、はい、応援のコメントをいただいたんですけど、はい、怖さあんまりないかなっていう。へぇ、僕ね多分楽観的なんですよ。あ、そうなんですね。もちろん、うん、おそらく内容をね読んでいただいて、いや、それは違うで、こうね、もしかしたら、いろいろご意見いただくかもしれないけど、むしろいただきたいし、僕としては。だから怖さというよりもう嬉しい、ワクワクするという気持ちの方が強いですね。なるほど。数ヶ月後には感じるかもしれません。いや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 、めちゃ主人公感ありますね。すごい、なるほど。そう、怖かったら連絡しないですよね。まあそうですけどね。でもこう他にも、ね、メガネ旦那さんとかツイッターネームで出されている方とかも、ね、はい、見えたりとかすると思うんで、まあ、そっちにしようとかそういう話も特になく、もう本名で一切なかったですね。あ、もうそういうもんだというか、もうそれでいくみたいな、はい、むしろ向こうとしては、あの出版社さんからしたら本名の方が
いいかなっていう話はいただきましたけど、あやっぱそういう信憑性僕としては最初からそのつもりだったので、あなるほどなるほど、こうなんかそれによって職場から声かけられたりとか、あの人だったみたいなそういうことはないですか？ありますよ。ありますか？ありますか？それは頑張ってるって知ってたけど、まさか本を出すとはみたいな、そんな感じだったりとかするの？いや、どうだろう、もう出版するって決まる前から僕のこと知ってくれてる。あなるほど、なるほど、まあ、同僚じゃなくて他の仕事をしている仲間もいたので、はいはい、そうだな。でも僕の表紙に名前とダメが入ってるので、はいはいはい、より一層、はい、はい、まあバレたというか、自信が確信に変わったと。なるほど、そうなんですね。いやでもそれ。だけまあ覚悟というか、そういう思いを持って出版されたんだなっていうのをすごく感じるので、僕もこれ YouTube 誰にも言ってなくて、本当にこそこそ、そうなんです。職場にも言ってないし、奥さんにも言ってないですし、もう完全にこそこそと、はい。もし奥さんにはバレるんじゃないですかね。でもこの 2年ちょっとやってますけど、まだバレてはそうなんですよ、もうコソコソと。そうですね、副業とか出すとまたね、お金の関係で分かっちゃったりとかするし、そうだから見バレよりもこう今コソコソ自由にやれてる方がいいなと思ってやってるから、すごいなって改めてすごいなと思って。そうですか。こうやっぱりまあ文章を書かれることが、じゃあ最近めちゃくちゃ増えてきたっていう感じ。そうですね、最近というか、その出版させてもらえると分かってから増えてきた感じですけど。ああ、そうそうですね。だからこの1年そこまでは、そこまでそれこそ学級通信書いたりとか、はい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 、そういうのはありますけど、はい、そんな長い長文書いたこともないし、経験でしたね、そこは。そうですよね、だから僕本当僕たちと一緒のような、今まではそういう感じだったんじゃないかなと思うんですけど。今も一緒ですよ。いやそれは違うけれど、こう多くの文章書いてみて、文章書くこう難しさとか、まあ、なんか、まあ、逆に楽しさとかってありましたか？こうやってみて。ありましたね。まず難しさからいくと、はい、大きく2つ、うん、1つ目が自分の中で例えば道徳のこの言葉はこういう意味だっていうのを認識しているつもりだったけど、うん、いざ書くとなると、あれこの表現の仕方合ってるのなみたいな、うんうん、そういうのがあったので、うん、この書くって難しいなと思いました。で2つ目が、はい、まあ、道徳関係ないんですけど、はい、やっぱいろいろ打っていくと、その時によって自分の癖が出てきて、例えば、何とかする時っていう時をひらがな表記で書いていたり、漢字で書いていたりとか、なんか無意識に癖があったんですね。そういうのをだいぶ書き終えてから気づいたので、あ、自分ってこういう癖があるんだとか、そういう言葉も難しかったですね。またが多いとか、はい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 、接続詞形も難しかったですね。はいはい、でも楽しさの方が大きかったです。あ、そうですか。もうずっとワクワクしてました。これはもう書いたんですけど、はい、書きながら、うわ楽しいわとか、わ、まあ、授業実践なので、はい、あ、すごい、あの時これ聞いたからあの子こう言ったよなとか、思い出すだけで楽しいんですよね。はい、すごいな。ワクワクしてましたよ、書きながら。そうですか。じゃあ、まあ、また機会があるならまた書きたいなみたいな。あ、もちろん、それはもう、いや、もうぜひまた次も、まだ読んでないですけど楽しみです、次も。あ、そうですか。
続けていきたいですね。いやもう最後そこにだいぶつながるとは思うんですけども、まあ、最後のご質問ということで、こう今回のご出版もそのご寄稿もあのツイッターでの発信とかもそうですけど、やっぱアウトプットの量が本当にすごいなっていうふうに思って、そのアウトプットをこう突き動かすものって何になるんですかね。ああそうですね、話すことに関しては、はい、もうとにかく楽しいから、うん、人とおしゃべりするのが大好きなので、はい、今日もちょっと自分でも今しゃべりすぎてるなと思いながらしゃべってるんですけど、いやそんなことないですよ、全然、ま、楽しいっていうのが一つ、うん、楽しい、あとは話すこと以外に関しても思われますけど、やっぱ好奇心というか、はい、なんか行ってみたいっていう気持ち、これが強いですね。だからおそらく怖さよりもそっちの好奇心とかの方が上回ってるんですよね、おそらく。だからどんどんしてみたいっていうのですかね、はい、なるほど、動かしてるものといえば。あなるほど、いやたくさんこうワクワクっていう言葉ができたので、うん、うん、やっぱそう何か見てみたいっていうところがすごくあるんだろうなっていうのはすごく思いながら、なるほど。でさっきのこの文章を書くことの難しさもなんかね、新たな、ね、癖とかがあるっていう風に来たんで、こう新しい発見をご自分でもされてるのかなっていう風に思うと、これもまた好奇心とか楽しさなんだろうなって思って。まあそうですね、うーん、そこつながりますね。うん、いや本当にそうだなと思って、新しいものとか新しい自分自身を見てみたいというのが、あ、そうですそうです、あるなっていうふうに思って、すごいなって思いました。なるほど、いや、聞いてる方もね、こうそういう楽しみとか、ね、ワクワクする感じとか、ね、皆さん大なり小なりきっとありますね、多分、と思うので、ね、そこをぜひあの聞いてて感じるものがあったら嬉しいなというふうに思います。はい、今のその話が、うん、本当に本の初めに書いてあるのでぜひそこを見ていただけたら、はい、それこそすぐ楽しいとかワクワクとか出てくるので。そうですか、ぜひ。わかりました。こう到着25日か26日3月のだと思うので、本開いた瞬間終わってジャブだみたいななったら、3行目4行目ができますから早いそうなんですね。いや、わかりました。でも本当こちらこそ本当楽しいワクワクするような時間を過ごしてもらいましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、あの聞いてる方もね、聞いてワクワクしたと思いますし、また本を読んであの道徳することをワクワク楽しくしてもらえたらなというふうに思いますので、はい、またよろしくお願いします。はい、はい、では、今回のゲストはチョパイモン先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。チョパイモン先生をゲストにお迎えした回でした。はい、後半戦もね、すごくワクワクする時間を過ごさせていただきました。チョパイモン先生本当にありがとうございました。聞いてる皆さんもね、すごくワクワクしたんじゃないかなというふうに思います。新学期ぜひワクワクして道徳授業を行ってほしいなというふうに思います。またこのようにですね、先生大学生の方に役立つ情報を配信しておりますので、またチェックしてみてください。またチョパイモン先生の本ですとか Twitter などは概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひご覧ください。それではありがとうございました。ではまた。